はい、皆様おはこんばんにちは、おついちでございます。それではおついちのニアオートマタ続きをプレイしていきたいと思います。前回の続きからですね、サイドクエストで武器屋の修理がまだ残ってるんだ。出たよ。敵はどうしたらリポップしてくれるのかがわからない。リポップするのかな、そもそもしないのかな。こういう場合はどうしたらいいんだろうね。一回バンカーとかにこう戻って、あれした方がいいのかな。まあ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 、とりあえずまだ倒してない敵とかもいるから、その辺も倒していくか。まあもっかサイドクエストをクリアしていくって感じですね。はい、ほいほいほい、オッカーン、ナイストゥービー。お金をゲッチュして、アイテムが鉄鋼、まあ、この上とか行くそうだ。ほい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 、よいしょよいしょよいしょ、どんどん登ります、どんどん登ります、どんどん登ります。アイテムがあります。ほい、銀行をゲット。あそこにアクセスポイントがある。ヤクーみたいなのがいるね。予測、おーおーおー、当該地帯の敵による通信もいっとん。あ、機械生命体とはやっぱり野生動物も戦うんだな。壊れたゼンマイ、あれ壊れたゼンマイだぞ。あ、もうどうしてもね、 9S に話しかけちゃう。こっちの方はいけそうだな。いけそうだな。いけそうっていうか、これ、ここどんだけマップが広いんだい？相当広いマップだね、これ。武器屋の依頼、終わしたいんだけどな。湧いたかな？行ってみるか。移動します。よっ、走れ走れ、走って走って。いやー、やっぱり湧いてないな。どうしよう、壊れたゼンマイ、壊れた、なんだ、機械、回路手に入らないぞ。あ、ライトが使える。一回バンカー戻るか。バンカーっていうか、あの本部戻るか。じゃないとこれ一生かかっても、あ、ここに、あ、あー、よかった、これで全部かな。武器屋さんに見てもらいましょう。あったわ、よかった。釣りを開始。なんでやねん。釣りを、まあいい、とりあえずやってみるか。お前かよ。お前がビクかよ。捕獲失敗。え、ほい、どうなったらいいんだ。もっと沈むのか。来た、ガチ、捕獲完了。スクエニさんは釣りが多いですね。船を船に始まりだからな、釣りはな。終了、ええ、まあまずは船なんでしょうな。
釣りもできるんだ。多分ですね、これ多分土曜日でしょ、今この動画上がるのがね、多分土曜日なんですけど、このゲーム結構移動とかね、割とオープンマップ的な、オープンワールド的な感じなんで、生放送でね、どんどんやっていこうかなと思ってるんですよね。なのでそのまま明日日曜日のおついチューブライブは新シリーズでニアオトマトをどんどんやっていこうかななんて思ってますね。これだったらね、 2,3 時間ずっとこうやりつつっていう感じでできそうなんでね。はい、とりあえず渡そう。やった。ほう、なるほど。まあそんな深く考えなさんな。強引きがあればその分敵をすぐ殲滅してる。やったー、武器屋の依頼を報告。で、何作ってくれるんだい。お、強化素材やるよ。やったー。あ、経験値5000、うまいね。強化していく。購入。ほうほう。百獣の剣王、弱が2、強が2、コンボ、2回コンボずつってことか。4の2。結構すんな。え、なんかあんまりかっこよくない。あ、強化した方がいいじゃん。強化しよう。ほら、こっちの方がいいよ。攻撃力が、わあ、全然違う。強化した方がいいね。強化しとこう。かっこいいし、刀でしょ、やっぱり。これは素材なんだろうな。売ってもいいけどみたいな。まあまあまあ。オッケー。武器は強化しちゃった方がいいね。これでとりあえずまた新しい目的進めるんじゃない。はあ。砂漠地帯で凶悪な機械生命体が多く出現しているらしい。はあ。砂漠地帯の異変の原因を調べてもらえないだろうか。まあ手伝いましょう。オッケー。よし、これで新しいエリアに行けんだな。増加する機械生命体。さあ行こうか。で、よっ、エリア的に、ああ、まあでもこっちの方とかもう一回解除しといた方がいいんだろうな。いや、広いな。つうか砂漠地帯全然見当たらないんだけど、どこ、あれどこ、すえっ全然見当たらないんだけど、どこ、ここ、カスタムマーカーじゃない。カスタムマーカーは OK、 消しといて。ほ、どこやねん、クエスト、クエスト。うん、すべてのクエスト。完了済みのクエスト。お？クエスト受けたことになってないぞ。なんでだ？ほん、ほん？ほん、ほん？とりあえずクイックセーブして。端末で転送ってやってみようか、一回。ほう、中に入って。ウィーン。ロード中です。あ、で、ここに戻ってくるわけね。増加する。なんだっけ。おー、大丈夫か？基地内で対等していいのか。
クエスト。いや、何もないな。こっちは本部で、一回本部で話聞いてきた方がいいのかな。 OK。 ほう、通信環境の改善。はい、必要な資材を届けてほしい。了解。地上降下後にオペレーターに通じて伝える。了解しました。通信環境の改善。あー、バンカーの中でもクエストを受けられるやつがあるのか。ってことはこっちでもいけるな。廊下は走るんじゃないって言われそうだけど、ハンガー行って、はいはい、クエストを持ってるやつ。お、なんだ。はい、そうです、トゥビーです。16D。 はあ、はあ、撃墜されたね。はいはい。え？なるほど。まあ、承諾しましょうか。え、でもそんなのどこで見つけるんだよ。廃工場付近ね。 11B の形見。でクエストは増えたけどな、その砂漠シャイトやらのクエストが全然受けられない。でこれで転送すればいいってことか。また実質は何があるんだっけ。ショップ、15秒間、物理ダメージを 50% カットする。ああ、こういうのは買っといた方が良さそうだな。5個ずつ買っとこう。OK。うん。で、一応セーブしといて。端末レジスタンスキャンプに移動だけど、どう？クエスト。廃工場や、どうやって行けばいいんだ。まだ先になんないと進めないのか。こっちも一緒か。まあ、とりあえずレジスタンスキャンプに行くしかないな。あれっていうか、それ最初からそれを使えばよかったのでは。なんでなんだろう。あ、まあなんか問題があるって前回言ってたな。すいませんねみたいな。ただいま。で、マップで確認すれば出るかな？あ、出た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 。あ、ここが廃止工場になってるんだね。なるほどね。じゃあ割と近いところだったんだな。でもそうなると、砂漠地帯とかは全然わからないね、これね。で、あとなんか、通信環境の改善かなんかあったよね。
司令部からの連絡を待たなきゃいけないわ。お、来た。オペレーターより 2B さんへ通信環境改善のために必要な資材を収集してください。必要な資材は錆びたボルト、はい、小さな歯車、はい、ゼンマイです。素材は小型の敵から入手できる場合があるみたいです。資材が集まったらレジスタンスキャンプのリーダーアネモネさんに渡してくださいね。了解。少し大変ですけど頑張ってくださいね。 2B さん、オペコが結構可愛いな。マップにマーク。俺持ってない。もうほら、あ、持ってないか。さすがに持ってないのか。オッケー、じゃあこれをやりに行くか。なんだ？ポッド042からオペレーターへ。なんだ？レジスタンスリーダーより指定のあった場所の座標データを確認。はいはい。オペレーターよりポッド042へ。座標データ確認。目標地点にマーカーをポイント。砂漠は気温が高く、日差しも強いですから補給が難しくなります。ちゃんと準備してから行ってくださいね、2Bさん。はーい。オッケー。とりあえず倒してレベルも上げていかないとな。はい。倒した。いやー、音楽がすごいいいね。力入ってますわ。あー、一回バンカーに戻るとなんか敵復活しそうだな。うん、そうだね、バンカーに戻ると敵が復活してる気がする。ほい。オッケー。ちゃんと水に入ると濡れた感覚になりますね、感じにね。ポッター、ゴー、カモン。お金大事、お金大事。消えてなくなるからお金大事。で、通信の材料は何だって。錆びたボルトと小さな歯車がないんだね。ちっちゃいロボットから手に入る可能性があるって言ってるけどね。まあ倒すか。あー、6個もな。うまく使っていかないと逆に使いづらくなる、操作しづらくなるね。オッケー。こいつらだな。いた、あいつらだ。まとめてーゴー。ドン。レベルアップ。ほい。ほい。浮き上がんないな。あ、イノシシさんもいるな。レベル10、結構強いね。倒したぜ。オッケー、オッケー。これで取ったかな。確認。あー、小さな歯車がないんだな。小さな歯車欲しいけどな。敵倒しちゃったかな。またアイテムがどっかにか。この辺にあった。結構ちょっと見づらいね。ちょっと見づらいですね。お、歯車オッケー、回収。オペレーター 6O より 2B さんへ。はーい。通信環境改善に必要な素材がすべて手に入ったようです。入りました。収
集した素材はアネモネさんに渡してください。それで任務は終了です。オッケー、私に行こう。結構移動が大変、なかなか広大なマップなんでね。向こう向きそうだな。さあ走れ、飛び走れ。こうなんかもっとこう倍速で走るみたいなこうチップないのがね、あるとすごい便利なんだけど。ありそうだな。あとあれか、こう飛行ユニットがそのうち追加されてすごい高速で移動できるとかになるんじゃないか。 OK 渡す。規約いかんな。あ、もらっちゃダメなんだ本当はね。あ、ありがとうございます。 OK。 で、片身か。 2B からオペレーター 6O へ資材の受け渡しを完了。了解です。お疲れ様でした。ありがとうございました。相変わらず司令官は人使いが荒いですよね。ルールにも厳しいし。そういうこと言わない。効率優先のロボットみたいな生活を送ってるんでしょうね。司令官はそんなにお堅くないですよ。え、どういうことですか。司令官ってああ見えて意外に大雑把なんです。服なんて脱いだら脱ぎっぱなしのためっぱなしなので、よく洗濯班が嘆いてるんですよ。洗濯班なんているの。自分のボディのメンテナンスチェックとか全然実行しないんですよね。オッケー、では雑なところを人に見せないのが司令官らしいんですけど。あなたはどうしてそれを知ってるの。秘密です。ああ、それでは、それではそこ気になるんかお前。敵を倒してレベルをどんどん上げていこう。アイテム、この上とか行けそうなんだけどな。行けるな、こっからか。ほで上だね。で、俺は廃工場に行かなくちゃいけない。廃工場に行くには、あ、でもこの道であってそうだ。ここまっすぐ行けば廃工場に行くらしい。とりあえずサイドメインにミッションをクリアしていこう。よし、走ります。あー、来た来た。そうだ、ここ廃工場だ。あそこにアイテム箱あるけど、これアクセスできるやつか。あ、大丈夫だね。ほい、ゲチュー、回復薬のチュー。で、ここにあれがあるな。あった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 バッド、ゴーファイル。自分から当たりに行ってしまった。マップ情報解放、クイックセーブをしといて。そういえばメール届いてたな。紛失した装備について、出撃の際に一つ伝え忘れたことがある。解析班によると、2Bたちが工場廃墟に突入した時に放棄した装備が回収されずに残ってるらしい。はあ、それってこの辺なんじゃないの。どこで、これどこから上に、あ、こっちか。こっちだね。ああ、なるほど、逆回りか。またアイテムがあるんだね。よーし、行くぞ。絶対敵いると思うけど。
あ、まあでも 9S がいるから楽かも。この辺のエレベーターとかもなぁ、どうにかしないとな。おわお、いきなりいた、びっくり。ほいっ、で、こっちに行って、この辺も上だけ見てる、上からしてんだけど、行けるところとかあるんだろうな、多分な。あー、やっぱり出てくんのね、痛い。しかも、キャラが違う。ポッカレベル効果こ、はい、オッケー。もう中で何してるか分かりません。とりあえず避けて、おい、タイミングさえ分かればこっちのもんだ。で、こっちだっけ。あ、こっちか。あー、 11B か。どこにあるんだ。どうも、あ、いったーい。ゴー、いたい。近づいて、あー出てきた。ほい、よし、上からだときついな、見づらい。でもこの上から視点とかでももうね、なんかニーヤおなじみの視点らしいですよね。よいしょ。でもね、さすがにね、プラチナさんが使ってるからアクションは全部かっこいいね。これもさ、この辺と行けそうだけどな。行けないの。全部が全部行けるってわけではないのか。どこにあるんだろう。ここもまだあれだしな。行けないしな。アンロックされてないもんね。いきなり落ちてきた。違う、俺、俺があれだと思ってる。やばいやばい、俺だと思ったら 9S だった。いったー。いやー、痛いよ。結構結構ザコでも一発食らうと痛いなー。チュー使っちゃう。3の攻撃じゃねえよ。よし、降りて、ゴー。ほっ、ほい、オッケー。あ、待って、これぶら下がりで降りてんのか。なるほど、ぶら下がれるのね、ポットで。ちょっと滑空できる。ほら、捕まって少し滑空しながら降りれるね。こっちにも行けるぞ。ほう、物理ダメージ軽減を入手。
今アクセスできない。ここもどうやって取るんだかな。ゲッチュ。下に降りて、片身はどこだ。片身はお、ここにもアイテムがある。違う、どうしてもナインに話しかけちゃうな。ほい、ちょっとマップ見るか。現在地があってここになんかあんだよな。マーキングはしてあるけど、初期位置の方だね。無視します。あ、いいや、やってくか。いや、こういう時はロックオン使わない方がいいな、逆に。あ、いた、崩した。違う違う、あぶね。ほうこ回復しょうしょう。周りからやってこ、結構な数だなおい。ほい、ちょうど弾を出されるとな。ほい、よいしょ。ほい、オッケー。倒した。ふう。錆びた塊。開けて。どこだ？あ、そこだな。高さ的には？あ、地下。これは何？目的地。あ、砂漠地帯の目的地？地下だね、これでも。ほら、だいぶ下だぜ。これが多分あれかな。装備品かな。この下へはどうやっていくんだ？よし、降りて。えいへ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 い。下降りる。まあ、とりあえず入り口までは戻ってみるか。どんどん下に行きましょう。おいって、弾の数が尋常じゃない。よし、お金取って。結構動向とか取れるね。よいしょ。なんか 2B がこう錆びた塊とかこう集めれてるのを想像するとちょっと面白いね。戦闘タイプなのに意外と律儀に集めるんだね、君みたいな。
いやー戻ってきちゃったな結局。レイゴー。おーでこっちだもんな。あ、いや右側行ける？行けそげ？行けなそげ。同行でしょ？あった！確認。ヨルハ B 型捜索中の 11B の機体。こんなところに落ちていたのか。 11B ブラックボックス信号は確認できず、ブラックボックス本体に致命的な損傷があるため修復も不可能。そう。推奨使用可能な武器を回収、また記憶領域内に断片的な記憶データを確認。ほう。 OK、入手して。11B の脱走計画。なんだ、脱走しようとしてた。再起動完了。ボディユニットのチェックは各所に不具合、通信機能は確認済み、破壊済み。チームともバンカーとも連絡取れないことを確認した。このメールの、走行をログとして残しておく。10時3分10分3経過、計画を再度確認する。今回の出撃で撃墜されたことを装い通信を封鎖、そのまま工場廃墟の地下を通って脱出。問題は飛行ユニットで本当に被弾してしまい、ボディユニットにダメージが出ていることだ。だが修復可能だろう。少し寒い。センサー系に不調がある。視界にノイズが混ざり始める。ウイルス傾向が頻繁に出るが、完成しているのかシステムがおかしいのか不明。早く逃げないと追ってが来る。その焦りからか修復は全く進んでいない。逃げ出したのは間違いだろうか。怖い。バンカーに戻りたくなったが通信機能が回復しない。ダメだ、ここにいたらダメだ。逃げないと。ヨルハ部隊は間違っていた。もっと安心できる場所を探さないと。怖い怖い。苦しい、痛い、助けて、どうして、やめて、私誰、違う違う、逃げなきゃ。怖。脱走計画。重大な規定違反。しかし当該機体の死亡により処罰の実行は不可能。ああ。武器はバンカーにいる 16D に渡そう。 OK、 アーカイブを入手しました。 11B の脱走計画。え、武器手に入んないの？ダメなの？なんかその武器使ったらちょっと強いとかないの？あ、ないのね。あ、残念だわ。で、これをまた戻らないといかんのやな。戻ります。よっしょ、戻ります。ダッシュで戻ります。で、あとなんだっけ。結局この下は何だったのかもよくわかんねえな。この下何かあるんだろうけど、何かあるんだろうけど全然こうわからない。こんなに下にあるんだぜ。だってどうやって行くのその下っていう感じ。なんか隠しエリアがあるとか。ああでもエレベーターがなんかプロセスまだ解除してないよーっていうから、あれを解除すればなんかできるのかもしんないな。この辺とかね。まあこの辺もしかもそうだろうな。とりあえず入り口に戻ってその回収をしてくるか。走って、ライン走って。おおおおお、便利な体やな。おう、いって、とっさに、いやー、いって、とっさに L、
R2 ボタン引けない。おいって、ナイス。ちょっと、こうしてアイテム使用で、そう、ショートカットボタンがあるのを思い出した。よいしょよいしょ、完全に今は締め出されなかったわ。ない、あ、そうだ、こっちから行けば早いぞ。走りまーす。わー、いるの？ほいほい、ほら、で、上に行って、うん、これなら早いね。違う、こっちか。ダッシュ。あ、まあこういうために、こういうもののためにショートカットがあるんだね。オッケー、走ります。ほう、出て、出たよ。この先にあるらしい。あれか、何が転がってるんだい？おお、剣がある、やったね。あ、これで二刀になるんじゃないか。白の約定、装備、大型剣装備、こうか。よし、これで2つになった。あー、これでちょっと攻撃力が増せる。これ何、あたし？お、なんかすげえすげえ、あー、なるほど、はい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 。さ、第1話でやられちゃって、で、死体というか壊れたあたしを回収したんで、それまで第1話で取ったものが全部回収されたんだ。あー、なるほどね。さあ、これでここはまあとりあえずは一通り済んだかな。まああとはそのプロセスとかをどうやってクリアするかまたちょっと考えよう。オッケー、進もう。さあ、まあちょっとね、時間がいいので今日はこの辺で終わりにしておきましょうかね。次回、明日多分生放送で、ニアオートマタね、やっていきたいと思いますので、お楽しみに。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。次に会う時はゲームの高みだ。